どうも皆さんこんにちは。私の名前は王ちゃんと言います。人々は私のことを生物観察の鬼などと呼んだりもします。木々の葉っぱが色づいてますね。紅葉しております。すでに葉っぱが落ちてしまった木もあります。もうすぐ冬ですね。ここは山の中のとある草地なんですけれども、毎年秋の終わりになるとある虫が発生するんです。今日はねその虫さんを探していきます。寒くなってきてだいぶ虫も少なくなってきたんですけども、この時期に出てくるんですよね。この時期に出てくる虫もあるんですよ。おっと早速いました。ほらこれです。皆さんこの虫です。これはねヒメツチハンミョウという昆虫ですね。ツチハンミョウ科というグループに属してる、これ甲虫の仲間ですね。ちょっと捕まえましょう。ほいっと、あ、見てください、汁を出しましたね。黄色い汁を関節から出すんですよ、捕まえると。この汁の中には毒が含まれています。ツチハンミョウの仲間は猛毒を持っておりまして、食べると死にます。とりあえずエンチン管に確保しておきます。ポト、またいましたね。これはメスですね。草を食べてますね。ツチハンミョウの成虫は草食で、地面に生えている柔らかい草を食べます。秋になると葉っぱが落ちてきて、この鱗床が明るくなりますよね。そうするとちょっとね草が育ったりするんですよね。少しだけ柔らかい草がちょっと伸びたりするんで、そういう草を食べるんですよね。ボッテボテですね。これお腹がブリブリです。このお腹の中には大量の卵が詰まってます。ツチハンミョウの幼虫は花鉢の巣に寄生するんですけれども、花鉢を草の上とか花の上で待ち伏せして、それに取り付いて巣に運ばれるんですけれどもね、成功率がめちゃくちゃ低いので、ほとんどの幼虫は花鉢の巣にたどり着くことができずに死んでしまいます。ものすごく生存率が低いので、低い生存率を補うために大量の卵を産むんですね。この種類ではないんですけど、丸首ツチハンミョウの1回の産卵数を数えた人がいるんですけれども、約8000個の卵を産んだそうです。昆虫としてはねかなり多い部類ですね。普通は数十個とか数百個レベルなんですよ。桁が違うんですね。おっと、またいましたね。これはこの子はメスですね。これはまだお腹が十分に育ってませんね。卵巣が未発達なようです。ツチハンミョウは成虫になりたての時は腹部があんまり膨らんでないんですよね。それで草を食べてたくさん栄養を摂取して、卵巣精巣が発達してきてお腹が大きくなっていくんですね。ふっ、このように捕まると黄色い汁を出すんですよ。この汁の中には毒が含まれてますからね、これを鳥とか獣が舐めるとうわ苦っまずってなるわけですよね。それで思わず離してしまうと、毒液を出してそれを舐めさせることでね、俺食べたらまずいぞ、食べたら死ぬぞっていう警告をして身を守ってるんですね。ポッと、お、速攻にアカスジキンカメムシの幼虫がいますね。これアカスジキンカメムシというカメムシの幼虫なんですよ。成虫は緑色でなんかちょっと光沢がある綺麗なカメムシなんですね。ちなみに臭いです。またいましたね。草を食べてます。ツチハンミョウは甲虫の仲間なんですけれども、羽が退化しておりまして、あれなんかちょっと羽がお腹を覆ってますよね。あれ前羽なんですね。で後ろ羽は完全に退化しております。前羽が短くなって後ろ羽が完全に退化しておりまして、飛ぶことはできません。なので地表を這い回ってるんですよ。お食事中失礼します。おっと、お、波テントウがいますね。波テントウは木の割れ目とかなんか家の屋根裏とかなんかちょっとした隙間にね集団で集まって越冬するんですよ。集団越冬します。越冬場所を探しているんでしょうか。立派なオスがいました。これでかいよ。ブリブリのオス。ほら、ブリブリ。これは立派なヒメツチハンミョウのオスですね。ヒメツチハンミョウのオスは触覚の中ほどがぷくっと膨らんでるんですよね。この触覚によって容易にオスメスを見分けることができます。あ、こっちにはメスがいますね。メスが。ひゅっ、ほら。見たらわかりますよね。左側がオスで右側がメスなんですけれども、オスは触覚が膨らんでますね。これによって容易に見分けることができます。おっと、あ、近くにもう一匹いました。これはオスですね。ツチハンミョウはね何匹か固まっていることがあるんですよね。ツチハンミョウいる場所を見つけるのは難しいんですけど、生息地を見つけるのは難しいんですけれども、生息地に行ったら何匹かまとまっていたりするので、割とたくさん取ることができます。こんなところにもいましたね。これはメスだな。ほいっ、ポト、あ、あっちにもおる。ほらわかるかな、ほらあそこあそこあそこ、ほらおる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 。よしよしよし、
よしよしよし、待て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 、あ、ま、もう一匹おった、ほら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 、おるおるおる、いますな。ポットポット、またいました。このコンクリの壁際が穴場みたいですね。こういう際の場所ってね、見つけやすいんですよね。別にこの壁登れないわけじゃないんですけどね、なんかこういう際になってるような場所ってね、どうしても土半身をね、その際に沿って移動しちゃいますので、際沿いを探すとね、見つけやすかったりします。こっちに石積みがあるんですけど、石積みの際にもいます。あ、言っとったらおった、ほらいましたね。これはメスですね。ブリブリです。おっと、あんなところにカメムシがいますね。生きとんのかな、生きとる生きとる、あ、生きとる生きとる。こういう際の部分は見つけやすいんですよね。でもまだちょっとシーズン早めかな、ちょっと早めかもしれません。まだあんまりたくさんはいませんね。いました、いました、いましたね。あれオスですね。何をしているんでしょうか。おっと、あー、またいました。この子はちっちゃいですね。土半苗ってね、大きさ結構個体差あるんですよね。あ、下にももう一匹おる。これはメスかな、メスですね。あ、ブリブリのメス、ブリメスや。おっとおっと、あ、またいました。こうやって固まっているんですよね。おっと、またいましたね。立派なメスです。ポッと、青くてキラキラしてるんで土半苗かと思ったら違いました。これはヨモギハムシというハムシの仲間ですね。ハムシの仲間としては大型のハムシです。うわー、水が溜まってぐじゅぐじゅのところに1匹いました。シロツメクサの葉っぱを食べているようです。一生懸命もしゃもしゃ食べてますね。もしゃ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 って。土半苗結構餌食べて、でうんちいっぱいします。土半苗を大量に飼うとすぐに容器がうんちまみれになってしまうんですよ。とんでもないことですね。ほら、もしゃもしゃ食べてますね。すごい食べっぷりです。あっという間にシロツメクサの葉っぱが一つなくなってしまいそうですね。あ、もう一枚なくなっとるわ。一枚食われとんや。おそらく葉っぱは3枚とも食い尽くされてしまうでしょう。このままにしておきましょう。この子は捕まえないでおきましょう。あんなところにパンパンのヨモギハムシがいますね。これ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 、見てください。このお腹パンパンに卵が詰まって、大幅に羽からお腹がはみ出してますね。パンパンです。爆発寸前ですね。危ない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 、逃がしてあげよう。危ないと、危ないですよ。おったおったおった、立派なオス。ポッと、このメス超ブリブリや。ほらすごいブリッブリ、パンパンですよ。ブリッブリブリッブリです。ポト、あそこではヒメツチハミョウが交尾しようとしてますね。オスが上に乗って、触角の膨らんだ部分でメスの触角を挟み込もうとしております。せっかく交尾しようとしてるんで邪魔しないでおきましょう。ここでも交尾しようとしてますね。この子たちを見逃してあげましょう。私は寛大なのでね。あ、こっちにも一匹いますね。この子はまあ単身なのでもらっていきましょう。おっと、はい、たくさん取れました。最盛期になるとこのエンチン管いっぱいに取れるんですけれども、今はまだねシーズン序盤っぽいんで、まだ半分ぐらいですね。でも大量に取れましたよ。これちょっと手にぶちまけてみようか。これほら、うわー、すごい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 、うわやば、わわわわ、ちょっとこれ握りつぶしてみようか、握りつぶしてみようか。みんな、くっ、ふっ、ぐわー、ぶちち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 ち、うわーすごい。あー、めっちゃ黄色い汁ついた毒液が。皆さんこれやばいっすよ。この毒液危ないっすよ。これ猛毒なんでね、この手についてる毒液全部舐めたら死ねるんじゃないかな、マジで。最初からこのタッパーに入れろって話なんやけども、ね、一回やってみたかったんですよ。握りつぶしたかったんですよ。毎年恒例でねやってるんですよ私。毎年秋が終わりに近づいてきたら土半苗の動画作らなってなるわけ。あ、で見てください、エンチン管の中がうんちまみれですね。土半苗ってめっちゃうんちするんですよね。めっちゃ草食べてめっちゃうんちするんだよね。ほら
ほらもう言っとるぞばっかここにうんちされた。結構うんちするんですよね。何匹ぐらい取れたかな、20匹ぐらい取れたんじゃないのかな。2桁は行ってますね。目撃数は20超えてますね。見たけども取らんかったっていうのが何匹かいるんですよ。土半妙、生息してる場所はレアなんですけれども、生息してる場所に行ったらね、このように大量に取ることも可能です。固まっているような場所見つけたらね、閉めたもんですよ。土半妙に刺激を与えると身を守るために毒液を含んだ体液を体の関節から出してくるんですよ。ほら分かりますかね、ほら足の関節から毒液出てますよね。こうやって毒液出して身を守るんですね。この毒液をこの土半妙を食べようとした鳥や獣が舐めると、うわまずってなって食べるのやめるわけですよね。それで身を守ることができるわけです。鳥や獣は賢いですから、もうねこんな青く光ってるものを食べたら苦いまずいってことがその時点で学習できますから、そうすると次から襲われにくくなるというわけですね。土半妙の体液が手に付着すると、皮膚が弱い方は皮膚が炎症を起こしてしまってね、皮膚が水ぶくれになったりかぶれたりしてしまうんですよね。ですから皆さんはこのような怪しげな虫を見つけても素手では触らないでください。私も捕まえる時は手袋で捕まえてましたよね。捕まえてる時から毒液まみれにしたくなかったからですね、あえて最後に全部手に握り込んで、その大量の毒液を手にベタベタベタってつくところを皆さんにお見せしたかったので、のあえて手袋で手を防護しながら捕まえてました。皆さんももし土半妙を捕まえたいのであれば、手袋で手を防護してやってくださいね。でもし皮膚にこの土半妙の体液が付着したら、石鹸と大量の水で完全に洗い流してください。この体液が付着したままご飯食べたりしてしまうとね、口の中に体液入ってしまってね、まずいことになりますのでね、あまりにも量が多いとね命に関わることもありますから、皆さんは素手では触らないでください。そしてこのような虫は食べられませんので、これ加熱しても毒消えんのじゃないかな、確かこれは加熱しても毒が消えないはずなので、このような虫を見つけてもね、大量に取れるからといって安易に料理して食べないようにしてくださいね。怪しい虫、知らない虫は食べない。皆さん知らないキノコは食べないじゃないですか。それと同じで知らない虫もね食べない方がいいですよ。本当に知らないものは食べないです。皆さん土半妙はやばいっすよ。土半妙はゴキブリよりもやばいですから。昔忍者が土半妙を乾燥させてすりつぶして粉末にして毒薬にしてたっていう話があるぐらいですからね。やばいんすよね本当に。これ一匹食べたら下手したら死にます。マジで危ないんすよ。わわわわ、さっき土半妙を採取している時に危ないって書かれた看板があったんですけれども、本当に危ないんですよね。それはね、こんなものがいたらそれ危ないって看板立てるよね。それはもしさ、ここで土半妙を捕まえて食べて人死んだらえらいことやでね。えらいことなんで、それ危ないって看板も立てるわけですよ。多分あの危ないはそういう意味だったんですね。土半妙結構いい匂いがするんですよ実はね。タッパーなんか密閉してちょっと振りますね。このようにして振って、でこの隙間から匂いを嗅ぎますと、あなんかねちょっと芳香がするんですよね。なんかちょっと若干柑橘っぽい匂いがします。ちょっとフルーティーな匂いがするんですよ。あいい匂い、これが病みつきになるんですよね。なかなかいい匂いです。もしかしたらね、これ土半妙のフェロモンなのかな、フェロモンなのか毒液の匂いなのか分かりませんけれども、土半妙の毒ってね、カンタリジンって言ってテルペノイドなんですけれども、柑橘類にもテルペノイドって含まれてるんですよね。毒ではないですけどね、柑橘類のテルペノイドは。ですからね、もしかしたら、ね、似たような構造の化学物質を持ってるので、ちょっと似たような匂いがするのかもしれませんね。皆さん綺麗でしょ、土半妙。なかなか綺麗なんですよ。で、ヒメツチハンミョウは成虫で越冬して来年の春に卵を産むんですよね。ちょっと寄生性の生き物なので、卵を産ませてライフサイクル回すのは無理だと思いますけれども、成虫の寿命は来年の春までありますので、今のうちに捕まえといたら約半年飼えるわけですよ。今なら半年飼えるんですよね。なんかお得感がありますよね。ですから、まあ、こんなにはいらないんですけど、あんま大量に飼ってるとね、ほんとうんこまみれになっちゃうんで、ケースが。ですからちょっとね、格好のいいのだけ何匹か見繕って持ち帰ります。あとは逃がします。4匹だけ持ち帰ることにします。じゃあ残りの子はこの辺に逃がしてあげることにします。大量捕獲楽しいんですけども、大量に飼って世話するのはめんどくさいんでね、逃がしちゃいます。いらない子はリリースしてあげます。私の座右の銘はいらない子はリリースなのでね、必要以上に取らない主義なので逃がしてあげます。
それでは皆さんご視聴ありがとうございました。バイバーイ。野山に帰っていきますね。ほらお前らも散れ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 。